どうも、岡ちゃんしです。本日はですね、2023年1本目の動画ということでございまして、今年もよろしくお願いいたします。それでですね、今年だからって言って、まあ去年、一昨年同様ですね、動画自体もほぼほぼ何も変わらない感じでですね、まあ、やっていけたらいいかなっていうふうには思っております。ということで、1本目の動画ですね、正月にですね、いくつか洋服買ったのでですね、まあ紹介させていただこうかなっていう感じのスタートということになりますかね。ですね、このね、アイテムは、去年購入してめちゃくちゃ気に入ってて毎日着てるアイテム、まあそれがこれなんですけれども、じゃんということで、こちら GU の、まあ、カレッジのスウェットセットアップですね、ハーバードの、タイプになるんですけれども、木グレーにこのねシルクスクリーンのプリントがめちゃくちゃかっこよくて、しかも暖かい、着やすいということで、ただね、デメリットとしては洗濯したら、これ今洗濯中なんですけども、乾きづらいということで、やっぱもうワンセット変えてほしいなということで買いました。ただね、ボトムスだけの購入になります今回は。なんでかって言ったら、ですね、ボトムスがですね、タグこれなんですけれども、まあ変わらず L サイズを購入しております。1490円ですね。で、ボトムスの在庫が結構やっぱ減ってきてるんで、まあ物によって、サイズによってはサイズが開けしてたりするんですよ。で、これはボトムス先買っとかないと、いざセットアップで買おうと思った時に、ちょっとなくなってる可能性があるということで、先にボトムスを買いました。で、トップス、フーディーの方なんですけれども、まだサイズが残ってる、オンライン上で確認してもサイズ残ってるんで、で、1990円に値下げしているんですが、もうワンランク下がるような気がしてですね、ちょっとね、値下げしたら買おうかなっていうふうに思っております。それで、さっきのワンセットと、まあ、2セット目ということで、本当にめちゃくちゃ着やすいし、非常に気に入ったアイテムということになりますね。ということで、まず1つ目が、GU のスウェットパンツ、追加で購入しました。で、2つ目なんですけれども、まあ去年同様ですね、まあ一回欲しいなっていうふうに思って、ただその場で買うんではなくて、一旦持ち帰って本当にそれはいるのかというふうにちょっとこう自分の中に寝かしておいて、どうしても気になるようだったら買おうと思ってたアイテム、それがですね、ユニクロのアイテムで、久しぶりにユニクロの購入になるのかな、あのユニクロ U のバッグ以来なんですけれども、これ定期的に欲しくなっちゃうんですよね。2年ぶりぐらいじゃないかな。ということでこちらです。じゃんということで、寝るシャツになります。寝るシャツも去年より定価が1000円ぐらいアップしましてですね、2990円になってたと思うんですけれども、このねイエローのこのパターンがですね、これ見た瞬間はこのパターンめちゃくちゃ好きだし、ちょっとこうまあ若干癖があるような感じなんですけれども、もう色が本当に好きだし、まあ、素材はまあいいのはね、ユニクロいいんですけれども、これはねズバッと刺さりましたね。ただその場で買ったら2990円なんで、一旦、何回かですねセール価格で1990円になったんですけども、最終価格で1290円で買うことができました。なんかねこれとね、何色かは1290円まで落ちてるんですけれども、いやーこれは非常にいい。ただね、去年一昨年ぐらいまでは L サイズを選んでたんですよ。ただ去年一昨年よりはちょっと体が少しこう大きくなったので、 L を試着してみたらちょっとちっちゃかったんですよね。まあ服装にもよると思うんですけれども、なので今回ですね XL を購入でございます。 XL になります。このねフランネルのこの素材感がめちゃくちゃ気持ちがいい。年明けて、まあ、1990円とかに落ちてたら買おうっていうふうに思ってたんですけど、まさかのですね1290円で買えちゃったということで、サイズはね、やや大きめ XL サイズということなんですが、めちゃくちゃ大きいってほどのことでもないんですよね。これ中は絶対白 T の方が絶対いいと思うんですけれども、着丈に関しては本当最近ゆったり服装が自分の中で定番化してきてるので、サイズ感全然いいと思います。これちょっと後ろの着丈だけこんな感じでございます。こんな感じ、ボトムスが太いんでね、もうこれぐらい全然あってもいいんじゃないかなというふうに思いますね。肩の落ち、肩もそこまでめちゃくちゃ落ちるってわけではないんですけれども、
や、これはね、素材もいいしね、着ててね、なんかやっぱ安心感ありますね。さすがユニクロだなっていうふうに改めて思いました。で、続いてなんですけれども、これもね、定期的に欲しくなるんですよね。ということでいきます。せーのとじゃんということで、ボーダー、しかも2色買いしました。で、今ね、新色かなんかでボーダー出てるんですけれども、それにはね、自分の中ではですね、パターン的にあんま魅力的ではなかったんですよ。で、これがですね、2022年の秋シリーズ、秋物のボーダーになりますね。なので、売れ残りっていう感じになりますね。売れ残りなんですけれども、これなんとね、値段の方がですね、こちらのタグになるんですけれども、はい。990円なんですよ。で、グリーンとネイビー、XL を購入いたしました。まあ、物的にはですね、別にオーバーシルエットのサイズではないんで、まあ、XL をチョイスした感じでございますね。まあ、人によっては僕の体型でも XXL とか選んでもいいかなっていうぐらいのサイズ感ですね。ただね、ちょっとね、まあ、価格が価格なんであれなんですけど、まあ、個人的にはここですね。本当はリブが欲しかったかなっていうふうには思いますけれども、でもね、これね、質感もすごくいいし、パターンも非常に好きでした。色味がまたいいですね。まあ、最近デニムが多いんで、デニムとの相性非常にいいんじゃないかなと思います。で、もう一色がこちらのネイビーになりますね。このパターンもいいですよね。ユニクロとかもそうなんですけれども、リアルタイムで、ね、着るんではなく、ちょっと寝かして着ようということで、まあ、春に向けての、まあ、ボーダーティーでね、着ていこうかなっていうふうに思いますね。非常にこれね、色もいいですね。これ色いいですね。両方ね、ズバッと刺さったんですけれども、これはほんとヘビロテでガンガンウォッシュかけてね、着ていこうかなっていうふうには思います。いやね、ユニクロね、なんか定期的にね、この寝るシャツとボーダーに関してちょっと欲しくなるんですよね。それでですね、最後なんですが、12月に買ったばかり、こちらになります。じゃあ、ということで、ナイキエアフォースワンのウィートなんですけれども、これ12月に買ったアイテムなんですよ。結構ね、いい感じに育ってきているんじゃないかなと思います。やっと新品感は抜け出したかなっていうような雰囲気になりますね。このネイルシャツで合わせてもいいですね。で、ついにですね、もうね、年明けでもうこれいいやと思って、もうほんと欲しいものを買っちゃおうということで、結局購入しちゃいましたね。はい、こちらになります。これです。このカラーを買うことによって3色コンプリートでございます。いきますせーのとじゃんということで、白、ホワイトを購入いたしました。これで3色コンプリートです。で、ホワイトに関しては、40周年の記念モデル、買ってるんですけれども、まあ白のエアフォースワンはなんだかんだで本当買っちゃいましたね。しかもかっこいい、これはかっこいい、まだとりあえずでももう一個のアニバーサリーあるんで、それ履いて、これは春ぐらいになったら下ろそうかな、そんな感じですかね。いや、でも我慢できないから多分すぐ履くと思うんですけれども、はい、ということで3色コンプリート、エアフォースワンシュプリームコラボを追加というか、ついに買っちゃいました。これに関してはね、本当オンラインでは買える気がしないんで、そこでもうちょっとこれ毎回オンラインでチャレンジしてもストレスがたまる一方なんで、もう絶対履くし満足度高い一足になるんではないかなと思います。はい、ということでいかがでしたでしょうか。本日はですね、2023年1本目の動画、お買い物動画でございまして、正月に買ったアイテムをですね、ご紹介させていただきました。これもですね、あとね、もうちょっと多分値段下がると思うんで、トップスも買ってですね、2セット目、いや、このシリーズはめちゃくちゃ良かった。このプリントいいですね。で、定期的に欲しくなるユニクロのネルシャツ、やっぱ素材もいいです。価格の割にはめちゃくちゃいいんじゃないかなというふうに思います。あと、あんまり人気のないカラーということで、値段ぐっと下がって1290円、非常にお買い得でございました。あと、これも定期的に欲しくなるボーダーということでございまして、まあね、最近デニム、が多いので、まあデニムと合わせてスニーカー、エアフォースワンで合わせて、ほんとね、シンプルにですね、もう定番的なスタイル、40代ストリートファッション最高です。
ね、ストリート系の感じのですね、ゆるい感じで着られたらいいかなと思います。そして最後ですね、2ヶ月続けてスニーカー購入でございます。シュプリームエアフォースワン、これを購入することによって、3色コンプリートできました。まあ、そんな感じですね、お買い物。まあ今年もですね、本当変わらずですね、本当に欲しいのかというふうに一回考えて、どうしても欲しかったら買おうじゃないかという感じのコンセプトじゃないけれども、そのあたりでね、やっていこうと思います。はい、ということで、今日の動画は終わりにしたいと思いますね。本日もご視聴ありがとうございました。また次の動画でお会いしましょう。いや、今回はほんとね、年明け早々いい買い物ができたんではないかなと思いますね。やっぱ定期的に欲しくなるアイテムあるなっていうふうに再認識できたし、やっぱ同じもの買ってもですね、もうほんとお気に入りだったのも何セットあってもいいんじゃないかなっていうふうに思っております。スニーカーはですね、まあ、結局ね、エアフォースワン、そこにちょっとほんとたどり着いた感が、またね、戻ってきた感があるんで、これを購入することによってですね、いや、スニーカー、ストリート熱、40代でもストリート全然着ちゃおうっていう感じのですね、なんかそんな感じがですね、また楽しいんじゃないかなっていうふうに思っておりますね。